マジャル人、マジャル人、マジャル人は国家としてのハンガリーと歴史的に結びついた民族。日本語の表記揺れによってはマジャール人とも呼ばれる。かつてはモンゴル系遊牧民の流れを組むという説があったため、古い資料にはこの名前ではなく、モンゴル系ハンガリやハンガリー人と呼ばれていた。そのため、マジャルはモンゴルが喧嘩した故障の場合があるという。 固有の言語は、ウラル語族の内埋もる諸語に属するハンガリー語、マジャル語であり、現在の人種は根血の繰り返しによるコーカソイドであるが、元来のモンゴロイドの遺伝子も低頻度から中たびに持つ。民族としては、トゥルク系小族、バシキール人、オグール、オノグルブルガル人、クマン人など、トイラン系、ペルシア系をはじめドイツ系、オーストリア人とラテン系、ルーマー人、 イタリア人の一部の一部とギリシャ人、スラブ人、西スラブ人、南スラブ人という大ヤ系、アシュケナジムなどが複雑に混じっている。他のウラル系民族と異なり、上記のようにトュルク系小族と根欠が多く、キバユーボ牧民、キバ民族を主とする制御を起源としていた。マジャール人の総人口は約1450万人で、そのうちハンガリーには約950万人、 2001年のマジャル人が居住している。彼らはおよそ1000年間にわたり存在していたハンガリー王国の主要民族だったが、トリアノン条約による領土の分割の結果、多くのマジャル人が、ハンガリー周辺諸国の少数民族として生活しており、その内訳はルーマニアのトランシルバニア地方の大部分とワラキア法の一部を合わせての144万人をはじめとして、 スロバキアの52万人、セルビアのボイボディナ自治州に29万人、ウクライナ及び、ロシアの17万人、オーストリアの4万人、クロアチアの1万6千人、チェコの1万5千人、そして、スロベニアの1万人となっている。また、マジャル人を祖先に持つ民族集団は、世界のさまざまな地域、例えば、アメリカ合国に140万人に居住しているが、ハンガリー合予び ハンガリーの文化や伝統を現在も保持している人々は少数に過ぎない。一般的にはマジャル人の起源は以下のように説明される。当時のマジャル人はニエーク・メジェルキュルト・ジャルマト・タリャーン・イエネケール・ケスイなどの有力八部族に分かれていマジャル人はウラル山脈の中南部の草原で遊牧を営み、5世紀頃からアゾフ海北岸付近で トゥルク系のオグール、ブルガール人の外混合を繰り返した。9世紀頃になると、東ヨーロッパに向けて、集団移動を開始して、西方の国会北岸に到達した。さらに、ロシア南部のボルガ川南岸を拠点とした、大首長、ジュラアールパードは、名誉最高首長、ケデクルサーンと共にマジャル人を率いて、ハンガリー平原に移住し、その後、彼らは生活圏を広げた。 アールパードは、アールパード家の祖となった。955年にアールパードの孫、タクショニュが、レヒフェルトの戦いにおいて、夫を一世に敗れると、タクショニュは、今までの部族の宗教だった、自然崇拝を廃止し、ハンガリーの繁栄のために、キリスト教系政策を進め、特にカトリックを普及させて、ハンガリー平原に統一国家を建設するに至った。10世紀後半には、タクショニの、 マゴイシュトバーニ一世は本格的にキリスト教、カトリックに改修し、ローマ教皇からハンガリー王の体官を受け、ハンガリー王国が成立した。同時にマジャル人は歴史的に多くの民族の影響を受けて上記のように根血を重ねている。ドハーニガイシナゴ軍に代表されるユダヤ教会各派はユダヤ教徒のハンガリー人である。バルトークベーラ、 聖、名の順、以下同様作曲、バラージュ、ベーラ、ユダヤ系脚本のオペラ、青髭公の城は、サボー・イシュ・トヴバーン監督、ショルティ、ジェルジ、ゲオルク・ショルティ参加の映画化が決定されていた、ショルティは死去する。サボーは、ショルティに、ハンガリーに優れた音楽家が生まれるのはなぜかと聞かれ、マジャル性とユダヤ性との混交、そこに、ハンガリー音楽の特性があると述べている。 チャールダーシュという言葉をはじめに使ったロージャベルジ、トランシルバニア民謡を採集し、バルトークを引き継いだリゲティも、ユダヤ系ハンガリー人であった。また、バルトークは純粋なハンガリー民謡のみならず、当時のハンガリー王国内に居住していた、様々な民族の民謡を採集し、作曲の素材として用いている。そうした多民族性は、ハンガリー音楽、文化を説く重要な鍵としている。 インーーシ語語をを、言ととととすする、る、周辺民族と異なり、アジアジヨーロッパの境目地域を原住地域マジャル人は、ウラル語系に属するウゴル系語のハンガリー語、マジャル語を言語とする。マジャル人の人種としては、蒸気のようにコーカソイド化した元モンゴロイドで、様々な多民族の根結で構成されている。遺伝子としては、コーカソイドをベースとしたタイプとして、 ロシア人などと同様にハプログループ R1A が最多であり、ヨーロッパ各地に広く見られる。ハプログループ I や民族的に親近関係にあるバシキーロ人と同様に、バイセン食体、ハプログループ R1 ビットの遺伝子も、ほぼ高中頻度で見られる。その一方、モンゴロイドをベースとした遺伝子は、複数のトュルク系民族などの血筋によるハプログループ C2 が、 中から低頻度で見られる傾向にある。ウラル系のうち言語的に親近関係にある。ハンティ人とマンシュ人と異なり、ハプログループ N は非常に低頻度である。楽しくご覧になりましたら高読と良いです。クリックしてください。